はい、今回は小林隆之について調べてえ分かったことをお話していきます。まあ、小林隆之の正体とまあ、東丸とのヤバいつながりあとですね。竹中平蔵との関係まあ、そういったものも sns で出ておりましたので、ここら辺を考えていきますので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、あの皆さんも思っていらっしゃると思いますが、まあ、僕も思うことは皆さんと同じなんですが、まあ、自民党のですね。まあ、総裁選岸田の後まあ、誰がなっても変わらないんですよ。 でその自民党っていうまあ土台から、ですねまあいろんな、あまあ、要するにね、えー、あ,あの顔が変わるっていうだけの話で、まあいろいろ言われてますが、おそらくですね石破茂、高市早苗、小泉進次郎、この小林高之って、ここらへんだと思うんですが、まあ若いっていうことで、小泉進次郎とまあこの小林高之は注目されてるのかと思います。 まあ、SNS を見るとです、ね、高市早苗いがいいって言ってる人もいますが、高市早苗も同じですよ、ていうか、非常にあの懸念しかないですけど、憲法を改正して日本を有事に持っていくっていうね、だから、別に難しいことでもなんでもないんですが、まあ、ここに気がつかないのかなと僕はずっと思うんですけど、あの岸田がだめだ、岸田が憲法を改正する、うんね、改憲する緊急事態条項を、ねえー、まあ入れるっていうことでだめなんだって、高市も同じですからね。 でこの小林隆之とか小泉進次郎、あるいはですね石破茂も全員同じです。だからの土台がですね自民党というところからあね出てくる同じ穴の無地な誰になっても変わりません。で、おそらく、まあ、あの顔を変えてっていうまあ、ことで、ですね小泉進次郎、あるいはですねこの小林隆之、まあ、このどちらかをまあ押そうとしてんのかなとか思ったりもするんですよ。 でまあ、裏側のところがわからないところはあるんですが、そちらを調べて、まあ、考えていこうと思います。まずですね、先ほども言いました、皆さんも思っていらっしゃると思いますが、自民党から誰が出てきても変わらないんですよ、あの土台が自民党ですから、何も変わりません。 自民党っていうのは背後に遠丸米、アメリカがいてですね、遠丸米の言いなりの政治をします。日本国民のためになる政治をしません。国益になる政治をしませんので、売国度。え誰一人としてまともな政治家はいないと、僕はそう思ってますで。例えばそういうことを言うとですね、いやいや、いい人はいるんだとかってあの、まあ、言うんですけど、まあ、誰とは言いませんけど、どうでしょうね、青山茂春とかかな、青山茂春とか、 西田昌司とかね、えーまあ、小野田喜美とかそういったものだと思いますが、その者たちも同じ穴の無じ名です。もしも本当にその者たちがいい政治家であるのであれば、自民党を離党してます。自民党を離党せず、まあ、ガス抜き要因だろうなとしか、そうとしか僕は思えないんでね、全く支持しませんし、うん、あの疑いを持ってね、えー、あの見るとしか、そうとしか思,あの思えませんしね、非常に懸念しかないと、まあ、そう思ってます。で、実際これ言われてるんですよ。 あの自民党、売国度オールスターということで、別に僕が言ったわけじゃないですよ。まあ、こんなね、あのまあ、なんていうのかな、あのまあ、上手な言い回しができないんで、売国度ってのはあの思いますが、オールスターってことでね、あの日本をです、ね、あの破滅、ないしは日本を破壊へ導く政治家たちです。自民党の議員、自民党の政治家って全,全員信用できませんあの。誰になっても、この厳しい状況を、ないしはです、ね、このどんどんどん衰退していく日本、それは変わらないんですね。 でただしあの、見せ方を変えることによって、その本質から国民がですね分からなくなっていくということなんですよ。だから例えば、岸田がダメだということになっても、ですねじゃあ今度、トップですよね、トップ、頭を変えることによって、実は自民党って変わるんじゃないか、変わらないんですよ。もともとがね、その遠ル米のために政治をする、その売国政党だから変わらない。 東丸とのつながり、あるいはです、ね、裏金の件はどこへ行ったんでしょうか、全く、ね、解決するどころか、それをうやむやにして、えー、終わらしていると、一番の問題は憲法改正ですね、憲法改悪、救助をなくして、基本的人権をなくして、緊急事態条項を入れて、えー、徴兵制を入れるっていう、国民にとってマイナス、日本が有事になる、そういったことしかしない、えー、本当にどうしようもない政党、どうしようもない議員たちです。僕はそう思ってます。で、リスナー様もそう思っている方が多くいらっしゃると思います。 で、この小林隆之の話が出てきたんで、まあ、ちょっとですね、SNS もありますし、まあ、ニュースもあるんで、ちょっと考えていこうと思うんですが、あの小林隆之のことをですね、新保守とかっていうマスコミが取り上げてるんですね。まあ、新保守のシーンはカタカナなんですが、新保守ではなくエセ保守です。間違ってるのもいいところです。このののマスコミってていうのもでで、すすね、腐敗してますので まあ自民党、東丸米マスコミがグルになって、国民にとってですねマイナス、でたらめなことを言い続けているわけですね。で、この小林隆之っていうのは分かってるんですが、2021年7月のとう、ね、まる、あのイベントに出て、参加者たちと写真を一緒に撮っていたとかね、うん、でその当時の状況がほとんどが東丸まるの人間、信者だったと、でその東丸の競技に小林隆之は共感を示すという時点でアウトです。うん 本当の壺ですね、うんまあ、自民党ってのは壺ですけど本当の壺であるということでそれが分かるということです。でこちらはですね今から言う話っていうのはほとんどおまあ情報がなくて難しいんですが SNS に写真があったんですよ。でまあ考えられることがあるなっていうことでだからこの政治家を考えるにあたりですね周りにどういった人間がいるのかっていうのもこれも大きな判断材料となるんですがこの小林隆之とですね 竹中平蔵が2人で写ってる写真がありまして小林隆之はこのようなことを言ってるんですね竹中平蔵と仲良しであることが自慢である、えー、終わってます竹中平蔵っていうのは売国土中の売国土ねえー、小泉純一郎竹中平蔵があ日本を破壊しその後ですね、えー、安倍岸田と来て今の国民にとってこの厳しい日本の経済状況になってますここからもわかるんですが小林隆之っていうのは新自由主義者なんですね 遠丸とズブズブであり竹中とも関係を持っているさらにこの新自由主義ってね自民維新が掲げる、ね、一部の人間たちさえ儲かればいいと他の国民が困ってても関係ないと今だけ金だけ自分だけっていうねどうしようもない人間ですそういった人間が取る政策政治では日本というのは良くならないんですよでおそらくですねこの小林隆之をこの押してる理由っていうのは別にありましてまあ,あの何としてもこの 先ほどの小林隆之と東丸、日本会議との,かあの関係から憲法改正に向かうというのもありますし、あと、この小林隆之というのは財務省出身なんですね、元財務官僚ということで、えー、元財務官僚、財務省出身ということで、えー、この人間はですね、増税を語るんで、増税論者です。今の国民生活っいうのは厳しいですよね。 もうそれ以上に厳しくなっていると言われて多くの国民がですね今、生活が厳しい、疲弊している中でこの小林隆っていう元財務官僚、財務省出身の人間がなった場合ですね、増税路線に行きますね、で皆さんはそういった目で選んでないと思いますし、も僕もそんなこと全くないんですが、ルックスで選ぶなよ、うん、小林隆之とか小泉進次郎のルックスがいいとかっても、国民のためにならないような人間を選ぶなって話ですよ。 じゃ、かといって別にルックスは関係なくね、なんだか知りませんけど、高市ないとか石破茂とかね、政策で選ぶべきです。だからもう、もう全く難しくないんですよあ。一言簡単に言うと、自民党の議員というのは憲法を改正してね、えーあの、日本を有事に持ち込もうとする、そういった人間だからダメですよね。例外はないですよ、自民党っていうことで。だからそれを考えると、 野党に政権交代するしかないですよねって国民が思えばいいんですがそうならないようにマスコミが誘導してそれにまんまとえ踊ってるんですよやっぱり高市さないがいいな次は高市さねしかないな、うん、だから同じだよなんでそれがわからないのか僕は疑問なんですけどね岸田は全く支持しないえ岸田が言う憲法ね、えー、改正改憲 えね、緊急事態条項の導入、その自衛隊の、ねえー、憲法への明記、それっていうのはおかしいって思ってるわけじゃないですか。高市だって同じですよ。そういったことに国民が気がつかないと、もう本当に大変なことになる、えー、そのように思います。で、まあ、ニュースがあるので、ちょっとそのニュースを、ねえーまあ、見ていこうと思うんですが。 まあこの小林隆之というのがまあ押されたっていうか、自民党の総裁選にまあ出てきたということで、8月19日かな、会見を開いて立候補をまあ表明したということで,で、岸田の次にこの小林隆之っていうので、マスコミが押してるんですね、コバホークとか若手のホークとかなんとかそんなこと言ってるんですが、マスコミっていうのは自民党を押してるんでね、とにかくねえ注目を集められればそれでいいということですで。が 小林隆之と、ねえーまあそのまあ、自民党と東丸の関係ということで、えー、この過去にこういったことが、先ほど言ったことが報じられていたんですよ、その内容を考えていきます。ルックスが受ければいいなんて、そんなことではないですよ。2022年8月10日の時点ですね、小林隆之が2021年7月に東丸の友好団体のイベントに出席し、参加者と記念撮影をしていたということが分かっていると。でえー、この、 小林高幸は、ねえー、地元八千代の,、えー、そのピースロード2021インチバっていうので、えーまあ、あまあそ,そこのとと時の状況なのかなほとんどがあー、ね、旧東丸のおー、まあ、人間たちでその小林隆之は来賓で2分ほど挨拶をして旧東丸の協議に共感を示すような発言をしたっていう時点でこの時点でアウトじゃないですか。 自民党の憲法改正草案というのは、これ、旧東丸の協議そのものなんですよ、有事に向かう、ねえー、救助をなくす、基本的人権をなくす、緊急事態条項を入れる、徴兵制を入れる、そ,そこに、えー、繋がっている、そことズブズブである、そういった人間であることがわかるんで、えー、もうありえないと思います。 でこの小林隆之は何を言ってるのかと,と、この東丸との関係に関してですね、えー、まあ、まあ、うやむやにしてるんですが、そんなことはね、ねそのこの状況から見て、あるいはまあ他のことからも考慮して、えーまあ、なんていうのかな、言い逃れできないということだと思います。こののの小林之はですねまあ、その旧東丸との関係について えまあ肯定するような発言はしていないとかっていう風に言ってますがまあしてるでしょうね、うん。まあこれっていうのはだからあのお得意のお話がバレそうになったらあまあとぼけるっていうね、えー、まあ少し前にいた山際っていうあの大臣と同じパターンですね。うん、だからつまりツボツボにえまあつながってる、まあ、そういった人間であるっていうことなんで。 全くもう信用できないどころかあ、ねえー、なっては困る人間であると国民が判断しないといけないとでこの小林隆之がですね保守について聞かれたときに自助自立のままあ、まあ考えとかその、ね、どうのこうのとかって,って気になるのが、ね、家族の絆とかっていうことを言ったんですねでこの家族の絆っていうのはこれ丸の、トーまル、あのスローガンなんですよ。あの 子供家庭庁とかもそうですが、遠丸っていうのは、この家族っていうのをね、非常に、えー、何か知りませんが、まあ、家族の絆と称して、家族をね、えー、切り離そうとしてるんじゃないかと僕は思いますけど、でこの次女、公女、共女とかっていうのは、これ、菅義偉ってね、この菅っていうのはこれもどうしようもないですが、安倍・菅、氏だとどうしようもないのが続いてますけど、まあ、そういったこともあるんで、この小林隆之っていうのは、もう話にならないわけですよ。 若いからとかね、マスコミに持ち上げられてるからとかあな、なんとかって言われたところでね、話にならないわけですよ。でさらにわけわからないことを言ってますが、この自民党の裏金の件について、安倍派政和会が、あまあ、その人間たちが、まあ、まあ、何かって言ったら、処分を受けた人間、まあ、が優秀だって言ってるんですよ。どうかししてるでしょ、うん、だから、この小林隆之っていうのは、今回のニュースには出てきませんが、日本会議、遠まる安倍応援団なんですよ。 だから完全にもう本当に日本を有事に憲法改正で持っていくようなその人間になると思うんでどこをどう取っても支持できません。でこの自民党の裏金の件で処分を受けた、ね、安倍派清和会の人間一人一人が優秀だとかそんなようなことを言ってるんですが何を言ってるのかも意味がわからないです。で、えー、共党一致で取り組まないと国難を乗り越えるのは難しいとかって言ってるんですが。 うん、このニュースにも出てますがなんで裏金議員が優秀なのかってだから結局あの僕は思ってるんですが安倍派清和会安倍晋三をですね擁護してるんですよ高市さんの絵もそうじゃないですか安倍晋三のアベノミックスが正しかったとアベノミックスを悪く言う人は、まあ、何なんだとかって言ってますが高市さんのこそ何なのって話なわけですよだからこういったところで安倍晋三の取り巻きあるいは安倍応援団が出てくること時点でおかしいんですよねでこの マスコミはですね、まあ期待あるいはホープとかなんとかって言ってますが、もう話になりません。だから、マスコミあるいは遠丸、米の狙いとしては、小泉進次郎、ないしはですね、この小林隆之を推したいということだと思うんですよ。で、この新保守ってね、新はカタカナで新保守って言ってるんですが、いやいやいや、でたらめもいい加減にしろ、エセ保守だ。うん、もう本当に訳がわかりませんからね。でこの小林隆之の正体っていうのは、あエセ保守。 東丸とズブズブにつながっている新自由主義者で元財務省出身ということなんで消費税増税そこに舵を切っていきますし憲法改正ね救助をなくして基本的人権をなくして緊急事態条項を入れる徴兵制を入れるそういった人間つまり何もいいところなしってことですこういった人間がですねマスコミに取り上げられることによって日本国民が踊るその姿を見てるんで踊ってはいけません。 さっき言いましたが、小林隆之だろうが、小泉進次郎だろうが、高市早苗だろうが、ね、石破茂だろうが、誰であっても自民党の議員はダメだということを国民が認識してですね、えー、自民党の政権交代に向かえるようなあ、その流れに向かっていかないと厳しいと、まあ、思いますので、僕なりに思ったことをお伝えいたしました。この小林隆之の件ですね、ちょっと注目されてるんで、リスナー様も気になった方いらっしゃると思いますので、参考にしていただければと思います。ということで、今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。